これはある力が含まれた結晶だ。リサ、これの構造分析を頼めるか。ええ、ちょっと確認するわね。結晶の中に汚れた不純物があるわ。でもこれ以上は。ごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。少し時間をちょうだい。禁書エリアで資料を探してくるから。あ、ではリサ、その研究は任せた。ええ、何か進展があったらみんなに知らせるわね。まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、いった結晶の中の不純物に近づくと痛みが。なるほど、これは神の目との相互排除ね。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。でもおかしいわ、あなたも元素の力を使いこなせるのに影響を受けないのね。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても痛みが増すだけですもの。不思議な現象だ。これら君自身の特殊性について何か心当たりは？そうだろうと思った。では無理な願いではあるが、セピロス騎士団の栄誉騎士の爵位と代理団長の感謝の気持ちを受け取ってくれ。セピロス騎士団の栄誉騎士？それからこの謎の答えを探すのにもう一度力を貸してほしい。風魔竜の暴走、変わった結晶、その答えはきっとモンドの平和とも関係があると思う。真実にたどり着けるように風の加護が君にあらんことを願っている。何か新しい発見があったらここに来てくれ。最近人と挨拶するのが難しくなったわ。だっていい天気ねって言葉が使えないんだもの。調べたい資料があったら図書館にいらっしゃい。図書館は無料で開放しているわ。ただ借りた本は期限通りにきちんと返してもらう。最近荒野にいる怪物たちの資料かしら。図書館、元素による優勢をうまく利用することが勝利をつかむコツね。そうだ、図書館でアルバイトする気はない？最近雑用、あ、いえ、使い走り、あ、いえ、支援の人手が足りないのよね。風魔竜の剣にはきっと隠された真実がある。私たちがまだ把握できていない真実が。風魔竜の体や力の異変に関して確かにおかしな点がたくさんある。しかし騎士団にとって今回の襲撃による余波を落ち着かせることが最優先だ。団長から騎士団を預かっている身として、私は団長、そしてモンドの人々の期待を裏切ることはできない。真相をはっきりさせないと。風魔竜の剣にはきっと隠されたし。変わった厚手の制服を着た者たち、ファデュイ、スネージナヤの使者としてモンドに来たんだ。なるべく彼らとは関わらないようにした方がいい。
が必要な方がいるはずです。旅人、探したんだよ。この前あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど、飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？なんだそれ。名前のまんまなんだけど、その飛行免許を持っている人だけがこのモンド城内を飛行できるんだよ。え、彼もう結構飛んでるぞ。そんな話全然聞いたことない。毎日あちこち飛んでたからみんなの目に止まったみたいだね。にひじゃあ今日は飛行免許を届けに来てくれたのか。まさか。騎士にだってちゃんと規則があるからね。飛行免許はテストに合格してから騎士団が発行するの。今日は試験官としてあんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。風の翼を渡したのは私だからね。責任を持たないと。きっとジンさんもそう言うし。テスト、なんか面倒だな。でもアンバーが試験官なら。うん、あんたなら楽勝だよ。それに簡単な試験だから安心して。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。でも規則と飛行基準は守らないとダメだからね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど理解はしておいてね。例えば2人で風の翼を使うのは禁止とか、重い荷物を持って飛ぶのは禁止とか、風スライムを使った飛行は禁止とか、とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって私も熱い本をたくさん読んだんだから。分厚いな。仕方ない、とりあえず読んでみるか。うん、読み終えたら風たちの地に来て。セピロス騎士団の飛行指南。タイトルからして難しそうだ。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。
彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行士なんてこんな感じなのか。とにかくアンバーのところに行こう。これ。こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。読み終わった？規則や制度も理解した？うん、その渋々って感じわかるよ。飛行指南はつまらないからね。私も読みたくの。うわあ、このことはジンさんに内緒ね。そうか？このお話結構面白かったけどな。面白い？あ、もしかして付録の実例集のこと？私も好きなのがあるよ。一番好きなのは風スライムで飛ぶやつかな。風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしいね。いつか試してみたいな。それじゃないの。鳥が空を飛ぼうとする話だ。うん。え？ちょっと見せて。ああ、これ私が小さい頃に大好きだった童話だ。 ごめん、飛行指南書と同じところに置いてたから出かけるときに取り違えたんだ。全然違う本なのに間違えたりするか。
こんな話するの少し恥ずかしいんだけど、間違えた原因は私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にした。この言葉が私に飛ぶ勇気をくれた。偵察騎士や飛行チャンピオンになれたのも。あ、まあこの話はおしまい。早速テストを始めようか。緊張しないで、いつもと同じように飛べばいいから。私がマークしたルート通りゴールまで飛んでね。予想外だぜ。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけ。うん、今度はきっと。さすが暴風の中でもバランスを取れただけあるね。次のテストはモンド城内でだよ。先に行ってるから早く来てね。よし、オイラたちもモンドに戻ろうぜ。あまり待たせるなよ。
興味深い。お前って本当にせっかちだな。ダメ、この情報はネタにならないわ。お姉さんが助けてあげる。面白いものを探す。
これ。興味深い。おとなしくしやがれ。前回と同じでルート通りにゴールまで飛んでね。
ですか？怪我してないよね。準備できたらもう風の翼をうまく操作して風に乗って飛ぶんだよ。開ける瞬間ってワクワクするね。え？こっ、ね、風の翼のコツが分かってきたみたいだね。じゃあ最後のテストを始めよっか。まあこのルートは一回飛んでるからな。このテストに合格したら飛行免許をあげるよ。飛行免許に向けてレッツと。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。
焦らないで。飛び立つコツは勇気、着地は冷静にね。頑張ってね、飛行免許まであと一歩。よっ。そこの飛んでる人、降りてきてくれ。セピロス騎士団だ。今いいか。え、何かしたか。飛行免許を見せてくれる。免許なしか。モンド治安管理法第7条12項に従い、騎士団まで来てもらおう。君には黙秘権があるが、君の言葉は全て風が覚えている。待って、今飛行免許のテスト中なの。な、そうだったのか。このタイミングでテストとは間が悪いな。何かあったの。会長が風の翼で逃げていったと修道所から通報があってね。だから君も奴の仲間かと思ったんだ。会長？誰だそいつ。モンドの犯罪者だ。いつも風の翼を使って犯行に及ぶから会長の名がついた。そいつってそんなに飛ぶのが早いの。ああ、非常に早い。今回教会のとある文化財を餌におびき寄せたんだが、まんまと逃げられてね。修道女たちが文化財に風元素で目印をつけてくれてたんだが、あまりにも早くてその痕跡をたどっても追いつけないんだ。飛行のプロか。ならこのアンバーの出番だね。どこへ逃げたかわかる？最後に目撃したのは清泉町周辺だけど、もう時間が経ってるからね。安心して、ちょうど旅人もいるし、その会長を捕まえてあげる。会長を捕まえたら直接発行して。ジンさんには説明してあげるから。今日は遺跡で冒険するの。疲れましたか？ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？
それともなしでしょうか。これで間に合いますね。はっ。はっ。自分のせいで、もう一度顔を見せてくれ。納品の時間が近づいてるぞ。みんな急げ。これで間に合いますね。よい。はっ。必要な方がいるはずです。
君、力が欲しいかい？この先の清泉町に会長の手がかりがあるはずだよ。会長が盗んだものには風元素で目印がついてるから、元素資格でこの辺りを探してみよう。ああ君、そうだ君だ、こっちにおいで。あ、なんだこれ。折れた木の枝に見えるね。風の翼の骨かもしれない。もしや元素の痕跡がないみたい。うん、ただの枝だね。このボロボロの布切れ、風元素の痕跡がある。この模様と編み方からして風の翼が破けたのかも。そんなんで風の翼だってわかるのか。さすが偵察騎士。これが会長のなら、奴の風の翼はもう壊れてるみたいだね。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。この痕跡、会長か風スライムか。風スライムは飛べるから、これを踏んで飛ぼうとした人がいない限り会長のだろうね。風スライムでそんなことするやつがいるのか。とにかく痕跡がはっきりと残ってるから記録しておこう。元素の痕跡はこの先に続いてる。会長はこの先に逃げたのか。ここで考えてても始まらないし、旅人、痕跡を追ってみよう。お、なんだか騒がしいな。戦いの音だ、まさか会長。早く行こう。
よかった、セピロス騎士団の人がいればヒルチャールも手を出せないはずだ。何があったの？ヒルチャールに襲われてね。俺は足が速いからなんとかなったけど。ヒルチャールに襲われた？でもヒルチャールの集落は騎士団がほとんど潰したのに。小さな集落なんだ。町からそう離れてないから俺も普段はそこを避けるようにしている。でもそのヒルチャールの集落に空から人が降ってきたんだよ。誰かさんがよくすることだな。それでヒルチャールが暴れ出して、その人を追って奴らが出てきたんだ。俺は逃げれたけど、果物を運ぶ車は全部壊されちまった。明日からどうすればいいんだ。その人ってどんな感じ？何かを抱えてたな。ふらふらと飛んでいって、あ、その抱えてたもののせいで落ちたんだな。まったく、飛行免許を取っていないのか。重いものを持って飛ぶのは禁止だって知らないんだよ。免許を取り消してやりたいね。重い荷物を持って、文化財を抱えて逃げた会長かもしれない。その人がどこに逃げたかわかる？俺も逃げるので精一杯だったからな。あっちの方に逃げた気がするけど。なんとか手がかりをつかめたね。早速追いかけよう。あ、そうだ、この件は帰ったら騎士団に報告するね。集落も早めに対処するから安心して。これで間に合いますね。相手を間違えたな。これ。こいつはどうだ？を見た感じ、会長の仲間かも。でもなんであんなとこにいるんだ？確かに、あんな下っ端じゃ私たちを止められないのに。それに文化財も見当たらない。まだ会長が持ち歩いてるんだね。よし、旅人、元素の痕跡をたどってみよう。
印の元素が尽きたのかも。そっか、元素の痕跡を消せないと分かって手下を使って足止めさせたんだ。痕跡が自然と消えるのを待つつもりなんだよ。そうはさせない、急ごう。騎士の風格に気をつけます。この瞬間、お前は永遠を手にする。これ
風と共に去れ。やっ、へっ、はぁ、てっ、おとなしくしやがれ。てっ、へっ、こいつはどうだ。風邪ひくなよ。ほどほどにしておけ。くそ。これ。ほどほどにしておけ。おとなしくしやがれ。この雨なら氷の力ももっと強くなるはずだ。面白い。Thank you.
いるはずです。これで間に合いますね。
ら、出かけるの？ここから一本道だから、会長はこの先にいるはず。でもこの様子じゃ、追いつくには飛ぶしかなさそうだね。ロイ、下に敵がたくさんいるぞ。飛んだら攻撃されないか？うん、先に進むには飛びながら敵を倒すしかないかも。そうだ旅人、最後のテストがまだだったよね。おう、でもどうして？じゃあ三つ目のテストはこれにしよう。元のテストもこんなんなのか？旅人のために作った特別テストだよ。あんたはモンドを救ったヒーローだからね。普通のテストじゃ物足りないでしょ。旅人どうかな？いい答えだね。じゃあ飛ぼう。旅人、すべての敵を倒してね。会長と飛行免許はこの先だよ。
本当にしぶといんだ。はっ、岩の重さは安心できます。
当にしぶといんだから。試合をしよう。これ。たって。うん。やっ。こいつはどうだ？
お前って本当にせっかちだな。